演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。もちきけさんのとら焼きエビあがりを食べたいと思います。とら焼きエビあがり、エビ美味しそうですけど、とら焼きっていうのは独特な名前なのかな。もちきけさんのもちきさんで前から何か食べたことあるような、初めて食べるのはどっちだったっけな、後で調べよう。はい、なんか断面図はこんな感じです。うん、はい、特にエビの香りとか今はするわけではないですね。ではいただきます。さすが老舗というべきなのか、お米のカリカリ食感もエビの風味もしっかり口の中にきますね。もっといっぱいいろんな種類食べたくなってきます。最初の香りはそんなにしなかったんですが、噛んでみるといきなりエビの風味がふわっと広島の中に広がってきて、カリカリとした心地いい音とともにとっても美味しかったです。本当にエビが入って感じられて、なんか分厚いエビせんみたいな感じです。まあ、あられもおせんべいも米柄ですよ。エビせんは米とは近しとは違うか、まあそこはどうでもいい。とにかく分厚い米菓子のせんべいにエビがしっかり練り込まれているような、そんな感じでした。カリカリとした音も心地よくて、塩気の刺激も程よくてとっても美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。こういうエビせん食いてほしいな。それでは初中見舞い、薬になるのや信頼を、信頼が最大の薬という風な考え方もできますからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。